ローリングスゴールドグラブ賞は MLB の選手表彰の一つ。1994年の受賞者ロベルト・アロマーに贈られたトロフィー1957年グラブメーカーのローリングス社が表彰を始める。バットメーカーのヒラリッチブラズビー社が表彰を行っていたシルバーアスラッガー賞はゴールドグラブ賞に対する賞として創設された。ナショナルリーグ・アメリカンリーグの 各リーグから守備に卓越した選手が各ポジション一人ずつ、計9人各チームの監督、コーチの投票によって選出される。初年度の1957年のみ、各ポジション両リーグから一人ずつの選出。1958年以後は両リーグ各一人の選出となった。最多受賞はグレッグ・マダックスの18回。2020年シーズンは、 COVID-19 の影響を受けて年間60試合制となり、レギュラーシーズンは同地区内での対戦のみとなったため、監督、コーチは限られた選手のプレーしか目にする機会がないため、監督、コーチによる投票は中止し、アメリカ野球学会が算出するセイバーディフェンジブインデックスという守備指数に基づいて受賞者が決定された。 2014年の受賞者 JJ ハーディとアダム・ジョーンズ2011年により、プラチナゴールドグラブ賞が創設された。選出は、ローリングス社のウェブサイト上からのファン投票によって行われる。その年のゴールドグラブ受賞者の中から各リーグそれぞれ一人ずつ、最も守備に優れていると思われる選手に投票される。最多受賞は、ヤディアー、モリーナ、ノーラン・アレなどの4回。 外野手としてゴールドグラブを12回受賞したウィリー・メイズ2007年2月20日、メジャーリーグの守備において歴代最高の選手を投票が行われた。選考はあらかじめ絞られた50選手の中からファン投票で決定され、2007年のオールスターゲームで発表された。ありがとうございます。